つまりは好奇心にとらわれてたんだ大切なものなら壊したんだ明かりの灯らないホールケーキ木製の君と踊ってたんだクローゼットで待った今日も小さな体ただ寄せ合ってルールのさ変わるのさ想像たやすい安全あたしバカな子なのどこにも行かないで戻った初回の鈍い目を覚ませ夜のうち片付けたおもちゃ無邪気な